まだ入って1ヶ月しか経ってないんですけど、寮生活をしているので目の前にグラウンドがあって、いつでもボールを蹴れる環境にあって、とても今充実してます。自分は攻撃的な選手なので、得点にたくさん絡んで、チームを勝たせられるようなプレーをしたいです。そうですね。まあチームが決まってまだ2週間ぐらいで、まあ、お互い思うようにいかないことがあるように感じます。まあでもそこは、まあ、チームのコンセプトにもあるコミュニケーションの部分、お互い話し合ってチームの共通意識を深められればいいと思います。今シーズン、4ヶ月という本当に短い期間で戦うことになるので、一つ一つの試合、勝負にこだわって、チーム全員で勝ち抜きたいと思います。上から秋田、下は宮崎まで、いろんな地方の友達がたくさんでき、寮では友達の部屋に集まり、ウイニングイレブンやゲームをしたり、漫画を読んだり、トランプをしてみんなで盛り上がっています。食事は食堂のご飯がとても美味しく、毎日のメニューが楽しみにしています。サッカーの練習はアルビリッジというとてもいい環境でさせてもらったり、この学校もとてもいい環境なので毎日が充実しています。今シーズンはチーム一丸となり、1位を目指して頑張ります。個人は結果にこだわり、得点やアシスト、個人の個性を生かし頑張っていきます。サッカーカレッジに来てよかったことは、やっぱ練習環境の良さが良くて、人工芝と天然芝の両方を持ち合わせていて、アルビレッジではプロサッカー選手もやっていて、とても勉強になるところがあって、まあ、そういう面からすると、ここに来てよかったなと思います。今年は県1部から北信越2部リーグに上げることが一番なんですけど、やっぱ失点数を抑えて勝ち点差を狙っていけるようなサッカーをしていきたいと思います。